ふかふかだ。今回は QSP のペンギンを紹介します。アメリカだと30ドルほどの低価格ナイフです。日本でもシェフィールドで4000円ちょっとでした。自分の購入したモデルはマイカルタハンドル。ジーンズマイカルタかな？ジーンズ素材っぽいやつです。ブレード鋼材は D2 です。ワッシャーはブロンズワッシャー？見えないか。で、動きもスムーズ。ブレードの厚みは3ミリぐらい？サムスタッドオープンでジンピングがついてます。ディープ型のポケットクリップ。で、これちょっと緩めのポケットクリップ。使いやすいほどほどのテンション。で、こちらも自分が大好きなシープフット。シープフットでストレート。この後に地面を掘ったりしてみます。で、ロック解除もしやすい。ライナー解除部分が表に出てます。すごく人気のようでチタンハンドルモデルも販売してます。大きさも7インチほどです。自分の手のひらよりもちょっと出るぐらい。握るとこんな感じ。少し前までこういった安いナイフはカーショーや CRKT だったんですけど、今はこういう中国製の新興ブランドになってます。安いんですがセンタリングもバッチリです。CRKT のピラーラージュと比べてみますと、ちょっとわかりづらいですが、これぐらいのサイズ差です。ブレード部分はこんな感じ。で、ハンドルはこんな感じ。シープフットブレード。今回は QSP のペンギンを紹介しました。外の網カス。これを整地するときに。ふっかふかだ。シープフットなら簡単なスコップとして使えます。スコップとして使うっていうか、これがほぼメインの使い方。携帯のミニバールとして使ってます。こやか商店のおからパンを送っていただいたので、これを食べてみたいと思います。2個入りで5年保存。323カロリー。開けてみます。アルミ缶。オプス。こんなんだ。普通のパンだ。こっちもだ。
こちらが今まで使っていたタイムモア。こちらは小さなナノサイズ。だいぶ違います。しまうときはこのスライダーをずらして折るだけ。で、伸ばすとカチャッと。先についているハンドルは強力マグネットで付けるだけです。分解。すごく小さいので、入れられる豆は一人分です。豆を入れるだけ。すり切り一杯がちょうど一人分。ハンドル動かすんじゃなくて、本体を回した方が楽に回せます。コップ置き場も作んないと。GSI のコーヒーフィルター。細かすぎたか、まあいいか。こんな感じです。ついに食べる。